天気天学さんは公開。暑すぎる展開と怒涛の情報量がヤバすぎるに対するみんなの反応集。ではどうぞ。天気天学さんはもう読みどころさんが多すぎる。ドッコ9杯が乗る白いマスターガンダムはガンダム、マスタードッコ。白いセンスを持ち9枚のファンネルプレートを備えている。白いマスターガンダムといえばこんなのあったな。マスターガンダムにファンネル。ビット兵器自体は存在してたけど、Gガンダムでファンネルって言葉が出てきたのってもしかして初めてか？9枚のファンネルを鬼に立てて九尾のキツネモチーフなのね。元ネタのドッコ9杯から1文字変わってキツネになってたけどそういうことか。言われてみればマスターガンダムの頭もキツネっぽいといえばキツネっぽい。ドモンは白いマスターガンダムについてすでに知ってるような感じだったけど師匠から何か聞いてたりしたのかな。東方不敗に姉弟子がいることは知ってたみたいだし姉弟子のガンダムについての話も聞いていたんだろう。他のダークシャックルのガンダムは復活してから入手したみたいだけどこの感じだと姉弟子は生前から白いマスターガンダムに乗ってたのか。生前にはガンダムが存在すらしてなかった他のダークの面々と違って姉弟子は最近の人物だからな。むしろ東方不敗と同時期を生きていた人なんだからガンダム乗ってない方がおかしい。生前にガンダムファイト視察の旅へ出たはずだからがっつり出場してたりするんじゃないか。意外と早く東方不敗 VS ドッコ9杯が見れたな。お互いどこまで本気かはわからんけれど。マスター、アジアガ10にオーホーパイ大射兵を使ってくれて嬉しかった。ファンネルにエネルギー体ぶつけて対策は新しいな。新しいっていうかそんなことできるの G ガンゼーくらいだよ。そもそも10にオーホーパイ大射兵がその場でビットを生み出してオールレンジ攻撃するようなもんだからファンネルにファンネルぶつけてるようなもんよ。東方不敗の銃に王鵬杯大射兵に対応してすぐさま機関昇降陣を使ってくる姉弟子はさすが。え、その技そんなことできんの？機関昇降陣ってなんだっけ？ゴッドガンダムとの決勝で銃に王鵬杯の後にさりげなく使っていたのは覚えてる。特に攻撃していないよくわからん技だったけど。あれは銃に王鵬杯の分身を呼び戻す技。呼び戻さないと疲れるらしい。分身を生み出すために使ったエネルギーを回収することで回復させるのか。姉弟子はその技で師匠の分身を回収して自分のエネルギーにしたということだな。え、その技そんなことできんの？まあ本人も昇降陣の神経って言ってたしドッコ9杯ほどの使い手だからできたんだろう。この二人の戦いを派手島消し飛ばしてて草だったいや笑えねえ。流派東方不敗子は、なんか勢いで周辺の地形変えちゃったりするバトル漫画特有のあれ。二人の戦いに巻き込まれて消滅したとある島さんに涙を禁じ得ない。各国のガンダムファイターたちが何あれ？ってなっててダメだった。仮にコーナーポスト落とし防げたとしてもこれ見せられた後に戦うの嫌すぎる。東方不敗、流派東方不敗は、ドッコ9杯、王者の風よが見られて俺は満足。打ち合ってる映像が脳内再生される。東方不敗 VS ドッコ9杯戦、今川武士たっぷりで熱すぎた。なんか読んでたら普通にいい人の気がしてきた姉弟子。東方不敗と技打ち合った後に腕を上げたな、とか言ってるのがなんか良かった。姉弟子も弟に負けず劣らず、土門への指定愛が隠しきれてなかった。嫌味っぽいこと言いつつけをされた土門をしごいてるのがなんというか師匠の姉弟子って感じ。姉弟子赤腕だったのが一番びっくりだよ。しかもドッコ9杯から右腕奪ったのが東方不敗という。師匠、勝てなかったのではない。あえて勝たなかったのだ。師匠より強いキャラが出てくるの嫌だなとちょっとモヤモヤしていたので勝とうと思えば勝てたっぽい感じでホッとしてる。若い頃は純粋に力量不足だったけど修行重ねて次第に戦えるようになって、でも事情があって勝ちを見逃したのかな。この腕の傷が姉弟子の動機に関係してるっぽいな。ダークの使命はどうでもよくて本当の目的は支援。ってのは気になるな。
地味に新生シャッフルメンバーのガンダムに結晶大海洋の新しいギミックが搭載されていることが判明した件について。新ギミックってなんだ、本編でそれっぽいのあったっけ。やっぱパラレル展開突入するんか。それか一回限りの切り札とかダークシャックルとの戦いで壊れるかして、大会本番では使えなかったとかの設定にするのかもしれん。しかし圧倒的格上のダークシャックル相手でも必ず勝てると断言できるとはどんなギミックなのか。新しくできたモビルファイター紹介のページにダークシャックルの機体が乗っとる。相変わらず無茶苦茶なこと書いてあってくさ。歴代の地下ボクシングチャンピオンたちが宿った歴代パンチ、死後も慕われた兵士たちがガンダムとなって鏡から溢れてくる。あの世から呼んだ仲間たちの応援、物理、そんなホイホイ死者の魂呼び出して大丈夫なんですかね。そもそもダークシャックル自身が何かわからんが、過去から蘇った死者たちだし、他のやつがあの世からいろいろ呼び出したり無限に再生したりしてる中、献血をつくという武術っぽい技を使うガンダムリアル感風がいい。シクダークジョーカーことドミトリー・オブローモフさん、初セリフ、なお、さあ、行こう、の一言のみ。なんか勝手に無口のネクラキャラだと思っていたので、セリフの快活さにちょっとびっくりしている。とはいえ一言のみだからまだキャラがつかめねえ。そんなことより俺は宇宙から遠隔操作でガンダムファイトが可能だったことに驚いている。自分は宇宙空間にいてガンダムに自爆させて再生繰り返すのはだいぶ理不尽な戦法だな。どうやって宇宙から動かしてんだ。遠隔操作装置とかじゃないの。あの珍妙なデザインのヘッドギアか、宇宙服と変なヘッドギアで宇宙空間漂ってるの面白すぎるだろ。でも G ガンならあってもおかしくはない。今回ドモン以外のシャッフルメンバーのガンダムを遠隔操作で動かす話題が出てきたけど、みんなあの変な遠隔操作装置持ってんのかな。レインと漫画版の東方腐敗を見るに、動かしたいガンダムに対応したデザインになるようなので、クルーがそれぞれのガンダムを模した装置持ってるのかも。もし本当に遠隔操作で新ギミック発動させるなら、全員で変な装置頭につけるという、なんとも言えない A 面から逆転劇が始まるのか。ゴッドガンダム乗り換えの時もレインが変な装置頭につけてたけど、名シーンになったから、死んだり継承してもシャッフルの資格を失うわけではないので、今後東方腐敗がダークシャッフルとして復活する可能性も。実は宇宙人だったとか、ゲッター戦でなんとかなったとか見せられてきているので、それに比べればまだまともな復活理由だなと思う。 DG 細胞を完全に支配したとかもあったな。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。